なんかすごいとこね。初めてです、ここ。思いますか。忘れません。初めてでございます。来たことあるでしょ、玉森さん。触れたところだ。こいつらとも話しようとしたら、触れてる。第4回目の情けないこと言うなんて。次の主催者でございます。どうも、おはようございます。おはようございます。今から始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今日は条件どうなんですかね。いや、ええんちゃいます。水の色もね、雨で降ったけど濁ってないんで。はい。こんな具合ですかね。トゥイさん、ちょっとこちらへ ちょっと並んでください。なんか罰ゲームの発表があるそうです。これはトゥイさんの師匠から僕、伝言授かったんで 言わんでいただきます。何でしょうか。今日坊主だったら、ブラックホースを食べてもらいます。ブラック、釣った人からもらって、これはトイさんの師匠からの伝言なんで、僕が決めたんではないんで。そうなんです。そうらしいです。実は僕も事前から聞いておりました。聞いておりました。ほんで、何ていうの、怖いもん。当日でないと言っちゃダメって言われたんで。他の人の罰ゲームはまた、また別らしいです。今日先、キャッチアンドリリース派になって、いろんな、また糸張り終わっちゃうよ。いや、どうぞと。ジーバス食うくせにって言って、名前になって。何のブラック、怖いね。これあれやね、はい、うちの某課長が、この間、すごくうまかったっすわって言うて、怒らしてあげんね、きっと。そうです。この間。直属の上司と、弟子で、師匠を怒らしてあげて、これはお願いします。なるほそんど。なに、坊主なかったら、鳥さん好きな合間ルアーを、まあ、何個か、これ嬉しいですしてくれるらしいんで。よかったですね。頑張ります。ということ他の人の罰ゲームで、はまた、他の人の罰ゲームは人見て決めるらしい。なんで僕だけ決まったの。さあ、どうでしょう。食べなければいけないと。ああ、もうちょっと美味しそうなものにしてください。師匠に向けて、ちょっとコメントを一つ入れていただけたら。ちょっとほな、後でゆっくりと。いやいやいや、もう辛口でも。もう始めましょう。ほら、まあ、スタートということで。慌てるな、慌てるな。なんか早速、超過を上げた取材して、ここで会議、これ、どんなんですか。僕、ナビスコエントリー賞の41やね。いいよ。あ、うわお。ああ、なるほどね。おお。でかいね。ああ、サオが。サオが。サオが。逃がすけん、ちょっと待ってください。サイズだけ払ってもらわんと。で、こっち、下顎が出とるけんね。下で測らんと。こっからやね。42やね。来たよ。42でございます。42センチです。早速でした。素晴らしい。ありがとうございます。一応ね、主催者なんで、ずっとかんと。こんな大きいのを僕は初めて見ました。なかなかのサイズでございます。ちなみにルアーは何使ってたんですか。フリックシェイクです。そう、ジャッカルのこれですね。はい。これ付け方こんなんでよろしいんでしょうか。付け方いけますね。もうちょいちょっと歩く。素晴らしい。早くもリリースをしております。アローって写真撮ってもらったと思うんで。ほんまやね。ブログ用に。お願いします。まさにね、シャッターは、これで高さなんですけど、で、高さってこれ、こう、これね、間違いかい。いや、どこがいい。どこがいい。おるやん。はい。はい。顔が3つなんだ。行くよー。はーい。まず顔が隠れとるよ。どんなの、どんなのっすか。今回は乗務の時とは違って、ちゃんと確認をしてもらいましたね。大変疲れるな、これ。リリースでーす。
さて、私もちょっと釣りに入らせていただきますよ。ほんで、イールマークも糸吹け取るだけでいけん。ごっつい寄られよる。やめて。坊主は嫌だ。ものすごい取られよる。どうぞ。あら。はい。トイさんの本番のディナー。ディナーということで。はい、ジョウ頼まれとったんで、なんとか取れました。了解でございます。最初のやつリリースしてしまった。はい、とりあえずここ東京紹介がございました。 ありがとうございます。サイダー、サイダーです。40センチ釣ることができました。シーバス釣れなかったんで、やりましたね。シーバス釣りたいと思います。ありがとうございました。どうも。釣れなかった人に何かちょっと厳しいコメントを一つ。お前ら何やっとんだぐらい。ちょっといただいてほしかった。はい、どうも。ありがとうございました。どうですか。はい、なんかちょっと。すごい当日発表されたという罰ゲーム中白風呂だったことが発覚しまして、ね、すごいですよ。今ちょっとこのね、あのザックバス料理をどこで出しているかっていうのを調べてるわけなんですけども、どうやらこう琵琶湖博物館というところでの中にあるレストランでこう食べれるというところまで今分かっております。なるほど。また ではちょっと釣れなかった組で琵琶湖博物館へ N 様ご招待。あ、ご招待ですか。いや、なんかこういう話じゃなかったですか最初。ですか。なんかこうディナー招待が発展して、なんかブラックバスを食べるとかなんとかいう。だんだん遅しないと思うんですけど。さすがにこんなこと言ったら N 様に叱られそうなんで。一緒にブラックバスを食べに行きましょうっていう役目はやっぱり弟子のトゥイさんが。ですね。あの行くときは当然私ビデオカメラ役で、別にあの釣れなかったご一行様でも、そうなんですよ。僕はでもこのなんですか、あそこにおられる豊水さん、大蔵さん、お豆さん、トゥイさん、まあ、この4人ですよね。あれ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 、ちょっとあのカメラちょっと預かりましょうか。あの一言。俺も。ということで、まあまあね、はい、ところであの番長は釣れたんですか。今日はダメだった。え、今日はダメだったんですか。滋賀県ブラックバス食べに行くツアーが今日皆さんが今日は皆さん釣れなかった原因は何ですか。何が何だか。やっぱここピクニック気分はいかがだったかな。お疲れ様でした。どうですか、あのなんかビールいただくとかいう、これね、ちょっと大口を叩いておきながら、やっちゃったなって、ちょっと反省しております。まあね、井上さんとあの主催者の直井様、ね、そうですね。すごいですね、やっぱりね。もう、うん、すごいですね。ちょうど番長はね、やっぱりお子様連れだったんで、ね、あんまり移動ができなかったんだ。はい、残念ですね。兄弟揃うい組で釣れませんでした。はい、はい、また疲れた顔して。ボーズバンザーイ。ボーズバンザーイ。っていうか一人じゃなかったからですよ。あのメバルの時のあの表情見ました皆さん。
知ってますよ。最後こうついさんに誕生日おめでとうってあのメバルをもらった時はちょっと顔引きつった笑いしてでも今回は彼も坊主言いやがってうう一緒にバス食いに行こうぜ。どんな料理食べるか楽しみにしてますんで、また画像アップお願いしますわかりました。またちょっとついていかせていただきます。またしてもボスということで今回は仲間がまあたくさん でも僕もねちょっと甘く見てました。ブラックバスってもうちょっと釣れるもんと思ってました。そうやね、こんなに釣れんとは、ね、そうなんですよ、思わんかったっす。来てすぐにね、林さんって言ったら入ってしまったけど、前も言うたけええわ直井を林って言おうしまあいいや、ねえ早々に釣ってしまったんで、あ、これええんかなと思ったら、あとダメでしたね。ダメでしたね。遠くでバシャバシャ跳ねるのをムカつきながらやってましたけど、ね、あともうラインがとにかく爆発しまくりで、どうでした？私も何回4回切れて最後は終了時間まで結んで脇で で終了直後に結べたというこれはなかなか帰ってこなかったはいはい、親子での兆候でしたか。今日は残念でしたね。残念でしたね。どうやったで、忘れませんでした。よかった。でもちょっと安心した。なんで同じレベル同じやけん釣られとったらもう僕が泣きながら帰っとったなんかね結構よう釣っとうけん、ブログ見たらこいつを、うん、結構釣っとうけんヒヤヒヤしちゃった今日危険しようかというぐらい今日はねお菓子いっぱい食べました、うん、なるほど結構みんな釣れんかったっすよね。結構そうやね、しっかったね、うん、もうちょっとやり方がまだいまいちよく分かっとらない。ああ、そうやね、うん、まあ、またこれにこれでまたやりましょうか今度爆鳥シーンを主催者優勝やけん、またやるっていうけんね。ああ、うん、またよろしくお願いします。最後鳥のおっちゃん、お魚ブラックバス食べてよって。どこにある？ここに言うて。鳥のおっちゃんって。鳥のおっちゃん、今度ブラックバス食べてください。ください。よっしゃ、もうこれはもう言葉れん。聞こえた。聞こえた。最後主催者。あ、そうです。こっち来てもうて。スペシャルゲスト。スペシャルゲストにコメントを。ちょっとさっきもらったけどね。あ、ほら。いけるんすか。あ、なんかどうもお疲れ様でした。ものすごいこうこんだけ用意しとったんですけど、ね、用意すごい用意してますよ。こんだけちょっと僕は用意しとったんですけど、残念ながらまあ井上君がね、あ、タイガー君が、まあ、40アップ釣って40は OK ですね。僕もさっき林君って言ってしまいました。はい、直井を林とか、まあ、サイダー井上とかこういうふうな感じ。僕は1位だったんでこれはもう次のコンペに待ってます、ね、で見たら来年の3月まで大丈夫ということで行けますんで、今なんかルアーを盗んでいこうとしてまた違うチームみたいにしてます。そうやね、はい、あ、また入れとくか。ほら来年、はい、今日は何も持ってきてなきゃやばい。ないです、うん、とって欲しかったっす。ねえ、この商品の数々、はい、こちらがあの優勝者の。そうです、優勝者で。勝者で、これが40アップ、こっちが40アップ。まあ、ビールはね、ちょっとまだ凍ってなかったんですけど、ね。そうですね。バスバーガーで行きましょう。バスバーガーって何ですか ?7 月17日からね。何ですかバスバーガーって。ブラックバスバーガーっていう。僕は食べないよ。季節限定料理があるらしい。マジっすか。バスバーガーときました。食べたい。あのバスバーガーのあの店持ち込んない。これで。あの北島できた。ね。じゃあ自分が食べる。好きな。
主催者と一緒に。いや、いいです、いいです。今回は急に言うだけ、昨日決まったけん。また今度いろいろ教えてもらいながら。ただまあ今日は、なんか。本物の人なんだ。いやいや。釣れてないけん。あの課題帳簿が持っとる。まあいいよって。金曜日に。あなたも釣れなかったら課題帳簿弱いでいいよって。では最後はまあ主催者が締めてもらいましょう。トーマスって僕さっき締めたつもりだったんです。あれ？まだまあ。まあお疲れ様でした。まあ、誰もね、怪我せんとまず覚えたのが一番かなと思います。まあ、次はもっと盛り上がるようにみんな頑張ってもらうと、まあ、田村さんがミミズを捕まえれんかったら残念です。はい、ものすごいね、気で本領って見たんですよ。これは見ようって言うと、僕はもう何も言うまいと。そうそうそう、かなり掘ってました。ネタを作ろうかな。あの時僕も全然こう当たりも何もなかったんで、ちょっと焦っとったんで、ビデオなんか構える余裕全くなかったです。まあ、ある数は致し方ありません。ほんまね、後ろで一番焦っとったけどね。すごいですね。まあ。お疲れ様でした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 。お疲れ様でございました。またよろしくお願いします。お願いします。バスバーガーです。バスバーガーで。食べるのはこの人だけで。これまだ食べよう。